こう見えてガサツなんですよ。お風呂から上がったらもう基本パンツも履かずにうろうろするとか、ドン引きじゃないですか。短い時間でしたから、せーの、挨拶。あのはるかちゃんとあの共演するのは2度目でして、はいはい、その時まあ人見知りはしましたけど、お互い人見知りはしましたけど、そのなんかそこその2回目なので結構信頼がすごいあったというか、勝手にさせてもらってきたというか、僕はしてました。あのそういった意味では安心してやっていましたけどね、はいはい、1回目共演させていただいた時はその作品の話とかはねあんまり していなかったんですけど、この今回作品になって結構杉野くんといろいろ意見を交換しながら、あのお芝居についてだったり一緒に話せたのがすごく嬉しかったですし、はい、本当になんか私もなんか支えてもらっていたというか、うん、すごい安心感があって一緒にできてよかったです。こうふと涙を流すシーンでもそうですけど、こう、ね、はるかちゃんの目を見て芝居をしていればなんか正解というか、自分の中にもなんか確固たる何かが生まれてくるっていうか、あのそういうふうにはずっと現場中思ってましたね。あとその、あの前に共演した時からやっぱり自分も成長した分とかっていうのもまあ少なからずありますけど、やっぱそれをねこう2年越し1年越しくらいにこうなんか間近でこう面と向かって感じれたのはすごい自分にとってでもとっても大きなことだった気がしますけどね。はい、いいこと言おうと思っていわざと言ったんですか。うん、わざとじゃ、でも本当に思ってるよ。うん、嬉しい。やった。あの僕こう見えて、はい、あのガサツなんですよ。本当にって思ってますか。いやなんかでもガサツっていうことによって、あなんか俺って世間的なイメージでは清潔感があるみたいな風に思われてるかなっていう風に考えちゃってガサツを選んだんですけど、今ちょっともしかしてあれ市場調査をしてるんですか。そうなんかはちょっと嫌だなって思いながら今ガサツって言ったんですけど、でもあの別にそう本当に結構ズボラなところが結構あってですね、うん、はいはい、お風呂から上がったらもう基本パンツも履かずにうろうろするとか、あの部屋の中 です、ね、コートとかもかけずにそこら辺に置いちゃうとか、ドン引きじゃないですか。結構そういうところはあるかもしれないですね。モデルだったのに言わないでよ。服そのまま洗濯はちゃんとしますよね。洗濯とか、洗濯男子なんで。でも畳みはしない。洗濯愛してる。洗濯愛してる。そうじゃないですか。愛してますもん。洗濯とかちゃんとするんですけど、はいはい、その結構あの服をそこら辺に置いたりとか。じゃ結構お部屋は散らかっていって。そうですね、月に2回くらいちゃんとお掃除みたいなのやって。月に2度。足が早いんです。おー、嘘。すごいすごい。どよめいてますけども。確かに少しだけ確かになんか、はいはい、走れるのってよく聞かれたりとか、うん、本当になんかね、なんか苦手そうって言われるんですけど、うん、なんならなんか手と足一緒にスキップとかしてるような。スキップできなそう。できるよ、ちゃんと。器用ですね、それ。じゃあ学生の頃はリレーの選手だったりしたんですか。だったりしました。あ、そうですか。かなり早いですね。すごい。そう、マネージャーさんと次の現場までダッシュだって時も、うん、もう早くてって言われたりとか。マネージャーさんが遅いだけじゃない。信じられない。そうなのかな。あんまり信じられないですね。ね、信じられないね。そう、ちょっとみんなでね、競争したいですね。競争してみる。短い時間でしたから。すいません。大事なところ。大事なところ。飛んでっちゃった。すいません。短い時間でしたが本当にありがとうございました。楽しんでいただけましたか。よかった、ありがとうございます。本日はお越しいただきありがとうございました。最後までこの映画を見ていって、一人一人の心の中に残って、くれればな、それは僕たちの本望でもあるなと思って、ぜひ今日映画最後まで見に行ってください。でよければいろんなところで感想を見たいので、ぜひよろしくお願いします。せーの。